いいぞ、いいぞ。スカウト。あなたの望み通りに動きましょう。はい、指揮官。え？ラピが手を出したんですか？あいつじゃなくて？グレイブの棺に収められていたのはヘレティックでした。ヘレティック・アナキオールです。ヘレティック、何ですって？グレイブはそれを宝だと表現していました。今までの会話と行動から考えた限り、グレイブはヘレティック・アナキオールの復活のために行動しています。少々お待ちください。データを整理しています。情報がほぼ存在しない上に断片的なので詳細は不明ですが、最初のヘレティックとして記録されています。撃退したという記録が残っていますが、それ以外には情報がありません。そのデータも100年も前のものです。ではかなり危険なのでは？どうして？ほら、プロトタイプやゼロ式って大抵すごく強いじゃないですか。ましてや一番最初のヘレティックだなんて、どれくらい強いかは想像もできませんね。妙に説得力があるわね。でもどうしてラピがアナキオールのことを知ってたの？そうですね、知っていて探さないと出てくる情報ではありません。わかるの？いえ、そう感じるという方が近いわね。はい、確かなことは分かりませんが、レッドフードはアナキオールを知っているようです。強烈な体験の記憶が頭の中に流れ込んできました。それから怒りも。宿敵みたいなものだったのかしら？分からないわ。確かなことはアナキオールを目覚めさせてはならないということ。今の私たちでは手に負えないはずよ。私たちヘレティックの悪夢って呼ばれてるぐらい強いらしいですよ。そんなんじゃないって。100年前のヘレティックよ。何らかのロストテクノロジーを搭載していても不思議ではないわ。グレイブの追跡とアナキオールの破壊、それを今回の作戦の目標とすることを進言いたします。了解しました。お待ちしておりました。予想より順調です。滞りなく進行しています。ハーモニーキューブの制御が進行中です。あとは A ピラーさえ到着すれば始めることができます。アブソルートのみんなは？付近に対空火器で武装したラプチャーが発見されたため殲滅に向かいました。3人だけで？はい、合流しましょう、指揮官。正直に自白します。私実は作戦会議で居眠りしていました。マナやアブソルートの皆さんがここに来ている理由も A なんとかのことも何一つ分かりません。それ誇らしげに言うこと？もちろんです。私はいつも自分を誇らしく思っていますから。まあいいわ。クリスタルをハーモニーキューブで制御してアブソルートがそれを壊すみたいな話だったわよね。全く違います。キーワードは合ってない？わかりました。中央政府によるクリスタル、正式には E2 クリスタルに対する詳細な調査の結果。マテリアル H もそうだけど、
もっと短い名前にした方がいいんじゃない？該当の物質はアークに致命的な危機をもたらしうるリスクレベル SS の問題と決定され、さらに地上の生態系にも悪影響を及ぼしかねないことから根絶することが決定されました。これ以上調査しても意味がないという判断だと思います。参考までに、ヘレティックはリスクレベル S です。 E2 クリスタルのために新しいレベルが設定されました。新たに発見されたハーモニーキューブは管理が行き届かず老朽化しており、理想的な状態とは言えませんが、アーク建造のための演算機能は生きています。私たちはハーモニーキューブの制御を確保し、周辺の一帯を侵食する E2 クリスタルに対してロストセクターで見られるようなアークの基礎構造物で上書きを行います。このアークの基礎構造物には E2 クリスタルに対して完全耐食性のあるガラスが利用されます。それによって周辺を埋め尽くし E2 クリスタルを排除することが今回の作戦の要です。つまりここを中心にドカンと一発？違います。そうですか。もう少し詳しく説明してもらえない？ A ピラー、通称杭と呼ばれるものを使用します。この A ピラーをクリスタルの密集地点に打ち込み、そこを起点としてアークの基礎構造物を展開させます。それを数回繰り返し、一帯をアークの基礎構造物で固めます。どんな感じになるのか全然想像できないんだけど。アブソルート部隊と合流し作戦を遂行してください。この作戦の手順は全て熟知しており、シミュレーションも済ませています。実際に見た方が早いでしょう。ひとまず OK。 他とは具体的に何のことでしょうか？現在のところ付近では目撃されていません。指揮官様。あら、来たのね。テキパキ動け、ウスノラ。これだから三流。申し訳ございません、三流だから歩くのが遅いんです。みんなが三歩進む間に一歩しか進めないの、三流だから。かわいそうな三流。かわいそう。面白いね。相変わらず息がぴったりね。状況は？杭を積んだコンテナがもうすぐ空から来るはずだ。迎撃される可能性がある。事前にあたりを片付けておきたい。え？まだ終わってなかったの？アブソルートも落ちたものね。お前たちは待っていた。私たちね、カウンターズが活躍したって話をたくさん聞いたの。だからこの目で見たくなっちゃったんだ。実力を疑ってるわけじゃないのよ。ただ今どれくらいのものなのか確認してみたくなったの。そういう言い方はしたくなかったんだけど、そうなっちゃうわよね。見せてみろ、お前たちの実力を。それに何の意味があるの？まだ最強という言葉にこだわっているの？黙れ。お前にも私たちを捨てて三流部隊に残り続けている理由があるんだろう。
それを見せろと言ってるんだ。やれやれ、ジェラシー大爆発ってやつ。相変わらず口が止まらないな。そろそろ止めたいから、あなたの唇で塞いでくれる。うーん、付き合うのもバカバカしい。3分後にコンテナが到着する。その前に片付けろ。指揮官、話に乗る必要は。よし、行きましょう。カウンターズ様の大活躍が見たいんでしょ。これはいけませんね。ビジョン Y のフルパワーをお見せしましょう。それ旗から見たらただメガネが光ってるだけで意味ないと思うけど。アニス、ネオン、ラピ、あなたの選択が正しいってことを分からせてあげましょう。私たちのコンビネーションを見せつけてやりましょう。状況終了。確認した。どう？私はすごいと思う。作戦区域に移動する。ちょっと、せめて感想ぐらい聞かせなさいよ。それが嫌なら見学料を払ってください。本当に払ってくれる気ですか？助かります。ようやく三流からは抜け出せたようだな。成長が早い。悪くない。ちょっと、どうしちゃったの？そこまで褒めていただけるとは予想外ですね。しかし、そこも見えている。バカな後輩と部隊のリーダーはいい。だがお前たち二人だ。今はまだ圧倒的な技術差がついていないからいいが、そっちの二人がさらに成長したら、お前たちはいずれ明らかなお荷物になる。成長していないわけじゃないが、まだまだ弱い。もっと努力しろ。わかってるわよ、それぐらい。そうか、ならいい。移動するぞ。すごいね、みんな仲良しなんだ。火力不足だってチームワークのおかげでほとんどわからないよ。火力不足。ごめん。みんな適合する規格はそれぞれなのに、自分の基準で言っちゃった。そういえばカウンターズは装備を切り替えないの？むやみに切り替えられるものじゃないわ。今の武装が一番体に合っているものだから。そう。失礼します。コンテナの到着を確認しました。基本設定の完了まで20分ほどかかる予定です。ではその間に最初の作戦区域に移動しておきましょう。はい、合図されたら即時発射できるよう準備します。じゃあ行きましょう。作戦区域に到着。誘導ビーコンを設置してください。私がやる。これを置いた場所に杭が刺さる。全員下がれ。マナ、始めろ。了解。座標を確認。ガイドシグナルを目標に A ピラーを射出します。射出完了。着弾までの操作権をオペレーターに受け渡します。了解。コントロール切り替え完了。シフティが操縦するの？はい、ガイドシグナルまでの操作は私の担当です。私はそういうことが得意ではないので
じゃあシフティは得意なんですね。得意とまではいきませんが、教育課程に含まれていましたから。コツがあるんですよ。フライトシミュレーターと同じ感じです。そうなんだ。あっと、よいしょ。こうして、はい、問題ありません。目標に到着します。目標到達。こちらでも確認しました。ハーモニーキューブとの連携を開始。ハブ指定完了。演算能力の増幅を確認。アーク生成シーケンス開始。全員衝撃に備えろ。アークの基礎構造物建造完了。 A ピラーのステータスオールグリーン。ハーモニーキューブと連携し領域を拡張します。なんなのこれ。景色がいきなり変わっちゃったけど。簡単に言うと擬似的なハーモニーキューブです。補助装置とも言えます。 A ピラーは打ち込まれた地点を中心としてアークの基礎構造物を建造できます。今回の基礎構造物の材質は E2 クリスタルに耐性がありますから、これで排除することが可能です。またハーモニーキューブの演算補助機能があり、設置数が増えるほどハーモニーキューブの能力が増幅されます。よくわかんないんだけど、こんなことあるの？何もない場所からブロックが飛び出してくるなんてありえないわよ。その通り、考えがたいことです。ですが目の前で起きたでしょう。どういう原理？聞いてもわかんないだろうけど。トップシークレットです。なんで？この一連の過程があなたの知る物理やエネルギーの法則に従っていると思いますか？よくわかんないけど違うと思う。こんなの普通じゃない。ですからトップシークレットなんです。答えになったでしょうか？疑問が全く解消されてないんですけど。もういいだろう。だって気になるでしょ。聞いてもわからないんだろ。科学のドキュメンタリーとかあるでしょ。全部は理解できなくても面白いし。その足りない頭でよく考えてみる。これの原理が誰にでも公開されていて簡単に理解できるようなものだったら、とっくにテロに使われている。ああ、言葉の通り常識からかけ離れたもの。そんなものに対応できると思うか？それは難しいでしょうね。そう、トップシークレットとはそういうことだ。ふん、あ
あなたもわからないってだけのこと、ずいぶん遠回しに言うじゃない。ああ、わからない。知る必要もない。じゃあ、私たちの目的はこれをあちこちに立てていって、アークの基礎構造物でクリスタルを全部潰していくってことですね。その通りです。なんだか陣取りゲームみたいで面白そうです。移動する。妙ですね。え、何かありましたか？ A ピラーの設置後、予想よりハーモニーキューブの演算性能が上昇していません。 A ピラーはハーモニーキューブの補助演算装置でもあります。設置するほど演算速度が上昇するはずなのですが。え、まさか何か問題が？エラーチェックの結果、装置自体に不具合はありません。どこかで勝手に使われている？そうですね、機能が乗っ取られている可能性があります。グレイブ、探知はできる？現時点では手遅れです。再度動きがあった時には対応できると予想します。わかりました、準備しておきます。グレイブっていうピルグリムは強いの？強いわ。どれくらい？さあ、よくわからないの。まだ全力では戦ってないから。お前が何とかできたなら、そいつのレベルも察しがつくな。大したことはなさそうだ。甘く見たら痛い目見るわよ。そうですよ、ラピがレッドフードまで使ってなんとか。張り合いたくてつい。どういうこと？そのラピが赤い頭巾をかぶると強くなるんですよ。大昔に赤い頭巾をかぶった人たちが反乱を起こしたとかで。大丈夫よ、私たちは知ってるから。ラピに何が起きたとか、どんな秘密があるのかも。教官から？そうよ、イングリッドが教えてくれたの。私たちは知っておくべきだと思うって。仲間だったから。ごめん、隠したかったわけじゃないの。謝る必要はない。どうせ私たちのことは仲間だと思ってなかったんだろう。腹を割って相談してくれたことなんてあったか？ないだろ。部隊として行動していた時も、抜けた時も、お前は何も言わなかった。だから謝るな。お前は私たちに何も期待してなかった。だから私たちもお前に期待するのをやめたんだ。ウンファ、私はそんなこと。なんだ？移動するさ。変わらないわね、ラピー。本当に何も言わずに出て行ったんですか？離脱するときにリセットされたとかじゃないですよね？違うわ。本当に何もなかったよ。そう、何もなかったわ。何もなかったことが問題なの。昔のことだし、蒸し返したくないわ。ほら、行きましょ。アブソルートの皆さんに質問があります。え、なに？なぜここにいるんですか？え、ちょっとどういう意味を？迷惑だった？ああ、そういう意味ではなくて、なぜわざわざアブソルートがこの作戦にと思ったんです。
なるほどね。ピラー A とかなんとかでクリスタルを潰せばいいだけなんですよね。 A ピラーです。 A ピラーとかなんとかでクリスタルを潰せばいいだけなんですよね。アブソルートが出てくるまでもないような気がします。さらに言えば、もっとこの作戦に向いている専門の部隊があるはずです。どうです、ノベル顔負けの推理でしょう。比べる相手のレベルが低すぎない？でも確かにその通りよね。あなたたちの得意分野じゃなさそうだし、クリスタル掃除機みたいなものでも担いでくるのかと思ってたけど。なぜかわかるか？わかんないから聞いてるの。作戦を短絡的に考えるの。想定外を想定しろ。どういう意味を？これだから三流は。すぐに降格されてしまいましたね。ピルグリムやヘレティックと遭遇する可能性が高いから。グレイブっていうピルグリムも有効的ではなさそうだし、それに未知の知的生命体までいるかもしれないんでしょう。ヘレティックがいるのは間違いないし。なるほど、対ヘレティック用の戦力ってことね。うん。それならメティスの皆さんでは？メティスも戦闘ではお強いですよね。なぜだと思う？アブソルートと仲が悪いとか？あいつらの主力武装や動力は電気エネルギーとのハイブリッドだ。クリスタルに餌をくれてやるも同然になる。つまりあいつらはこの戦場に来られない。ここにいるっていうヘレティックの情報が少なすぎるのよね。だからヘレティックとの交戦経験がある部隊に候補が絞られて、それが私たちとあなたたちだったってことよ。私たちヘレティックぐらいの相手が出ないと会うのも難しくなっちゃったわね。うん、カウンターズも忙しくなったから、みんな重要な戦力になってるし。最初の扱いと比べたら随分変わったわよね。私が来てから勢いに乗るようになったと思いませんか？指揮官様のおかげでしょ、ネオンじゃなくて。2つ目の設置地点に到着しました。作業を開始してください。今度は私がやってみるわ。ウンファの胸を借りるつもりで。何？平べったいのがあるでしょ。殺すぞ三流が。ちょっと待って、本気でそれを撃つつもり？ああ、口を吹き飛ばすだけにしておいてやる。じゃあ口をすぼめたら当てにくくなる？チュッチュー。あら、ウンファ大丈夫？体が震えてるわ。まだまだお子ちゃまですね。ネオン、あなたもアニス側よ。ほーん、本当に大したことないのね。ビーコンを置いた場所に杭が飛んでくる。そしたらあとはアークの基礎構造物がクリスタルを潰すのを待つだけ。このペースでいけばあっという間じゃない？確認しています。データハイジャックの指向が確認できました。逆探知を行います。近いですね。座標を送信します。
受信しました。案内します。私たちとラピのこと昔の話なんていいものじゃないわ。どうしようかしら。私が話してもいい？ラピ。ええ。じゃあ久しぶりにおしゃべりしちゃおうかしら。でも結局のところ本当に大した話じゃないのよ。アブソルートができた後、しばらくしてラピが合流したんだけど、すぐに適応してくれて名実ともにエリシオン最強の部隊になったわ。アブソルートを基準に教本が何度も改訂されるぐらい大活躍をしたのよあの頃は本当にとにかくそんな感じで過ごしてたら、ある日急にラピがアブソルートを脱退したって書面で知らされて、うん、それでおしまい。本当にそれだけ？ええ、そうよ。すごくびっくりしたわ。本当に何の前触れもなかったからウンファは特にラピに当たりが強い気がしますけど、それには何か理由が？最高の相棒を見つけたと思ってたからでしょうね。ラピと一緒なら地上奪還も夢じゃないって口癖みたいに話してたわ信じられる？ウンファが自分から誰かと肩を組んだり拳を突き合わせたりしてたなんて、最初から最後までラピのことが大好きだったの。それがあんな形の別れになっちゃったから気持ちはわかるのよね。あの性格なら探し出してでも首根っこ掴んで問い詰めそうだけど。ウンファはね、それから何度もラピを探しに行ったの。でも会えなかったって言ってた。ま、前から聞きたかったんだけど、なんで会えなかったの？忙しかったから。私が避けていたから。え、どうして？合わせる顔がなかったから。意外と臆病なんだね、ラピ。そうねラピ、ウンファにはしたことある？その話ないのね。そう、なぜかは聞かないわ。でもね、ラピ、きちんと区切りをつけないと終わりは来ないのよ。どんな理由でもここでおしまいよって言っておく必要があると思うわ。そうしないと新しく始めることもできないでしょ？ええ、私もわかってる。ウンファ。呼ぶな、わかってる。みんな、隠れて。アンノン、グレイブを確認。周辺にラプチャーの反応はありません。乱入される可能性は低そうです。先手を打つ。
バカを言うな。あいつは敵なんだろ。はあ、私が足を狙う。それから気づかれました。勘のいいやつだ。ハイド。榴弾か。お手製かしら。爆発が不安定だわ。次が来るぞ。もう近寄らせないつもりね。私が行くわ。援護して。はい。持ち歩いている銃は飾りか。うっせえ。直撃コースよ。迎撃する。間接命中コース。迎撃する。足元を崩せ。うん、外れるわ。ディレイ発生。すごいですね。たった数発で仕留めるなんて。エマ、引き続き警戒。了解。三流、行け。私ですか。私。三流指揮官、行け。会話するんだろ。何を聞き出すつもりか知らないが、行け。お前は口だけは達者だ。チャンスをやる。ただし危険だと判断したら攻撃する。ウンファ、作戦目標はターゲットの殲滅または捕獲って。責任は取る。行け。指揮官、護衛を。了解。人間来るな。コロアス。ヘルティック。そんな名前じゃない。人間知る必要ない。それ以上来るな。奪われるくらいならこの手で。地面に自爆する気だ。指揮官。すまない。死んで。
何考えてんだよ。自爆はないだろう、バカ野郎。フォービースト。へえ、これを止められんの？あなた、何者？ベヒモス。四体の獣が大地に降り立ち、地を揺るがし、川は溢れ、天は覆われ、青き火が焼き尽くす。そんな話聞いたことないか？ないわ。そりゃそうだ、私が作ったからな。これは一体。ぐしゃ。殺そう、あれ。集中攻撃。了解。ほらほら、避けろ避けろ。叩きつけたらあっちこっちに飛び散るぞ。くそ、伏せろ。指揮官様。うわぁ。ついに。返す。やだよ。追跡する。同じ意見よ。アホ面下げて気絶していた奴に発言権はない。グレイブと推定される反応は低速で移動中です。おそらく負傷していると思われます。あとベヒモスという個体は、それが
最初に出現した時からそうでしたが、何の反応も確認できません。そちらの目の前にいるはずなのに、何も検出できなかったんです。ステルスか。詳細は分かりません。ヘレティック。間違いないわね。あの方がここの主ということでしょうか。よし、動くぞ。はい、グレイブの反応を追跡します。よく来たな。とりあえず持ってきたんだけど、開け方が分かんなくてさ。触るな。これ無理やり開けたらダメなんだろ。大先輩が死んじまうらしいな。ってことは開けるのに生体認証とか使う感じ。なんでもいいや、早く開けてくれよ。開けたらさっさと帰れ。そうすりゃ助けてやる。帰せ。お前だってさ、いつまでもそんな生き方はできないだろな。かわいそうで見てらんねえよ。あたしが自由にしてやるって。必要ない。そんなボロボロの体で何ができるってんだ。どっか景色のいい場所で余生でも送れよ。物語を書き直すだっけ。誰も気づきやしないことに人生を無駄にすんなよな。誰も分かってくれない。だからやる。みんなが知るべきことを書き直す。ああ、イライラすんな。何をどう書き直すってんだ。全部決して書く。だからそれは無理だってバーカ。甘い甘い。武器の性能はかなり良さそうだけど、使いこなせてないじゃん。どうせそれもお前のじゃないんだろ。お前は結局人様のものを預かるくらいしかできねえんだよ。黙れ。ああうぜえな。ずいぶん生きがいいじゃん。
ほら、動くなよ。少しでも触れたら、お前の体に入っちまうぞ。大先輩でもあるまいし、お前には防げないだろ。マジかよ。これどうすっかな。頼んでもダメ、殺すって脅してもダメ、叩きのめしてもダメ。どうすりゃ口を割ってくれんだなあ。わらない。参ったな。侵食でもさせてみっか。ああ、でもあんまり良くないな。頭がぶっ壊れちまう。ちょっとそのままでいろよ。考えるから。デヒモスとグレイブを確認。仲良しには見えないわね。うん、あいつがここの主ってことね。間違いないわ。それにあのアーム、すごく強そうですよね。攻撃は弾くし、ラピもやられましたし。すみません。アナキオールを復活させようとしています。最悪の場合、ヘレティックが2体になるかもしれません。そうなれば賞賛は。オッケー。はい。上官を疑うとはらしくないな。言われたことだけをするのがお前の唯一の長所じゃなかったか。もう一つあったな。都合が悪い時は黙ることだ。言い争わなくて済むのは楽でいい。ファー、行きましょう。出て。エマ、着弾地点の確認。頭部に命中してるわ。化け物か。ミサイルコンテナオンライン、全ミサイル直撃させるね。さよなら。にぎやかだな。相変わらずいい命中精度ね。了解。おりゃー、行きます。
ピーは右手と左腕、レオンは両足、アニスは右の太もも。なんだあいつは、クリスタルを精密に操作できるのか。煙の中、動いた。左よ。化け物め、吹き飛ばしてあげる。話の途中だ。待ってろって。動いたらダメってことですよね。そうね、動かないで。避けられる距離じゃない。遊びやがって。来るわ。はいはい、皆さん、そこでストップ。で、そこの男、お前が指揮官とかいうやつだろ。じゃあ喋っていいのはお前だけ。あとは黙ってな。私を捕まえに来たのか、それともぶっ倒れてるあれの方？あれは持って行っていいけど、棺はダメだぞ。うん、そう、それはこっちが聞きたいね。ここは私の場所、私の庭。招かれざる客はお前らの方。ああ、これもっと早く聞いとけばよかったな。お前らここで何してんだ。グレイブ？ああ、そいつ、ぴったりな名前じゃん。棺はなんでだ。あれが何か知ってんの？へえ、知ってんの。でもお前らがなんでそれを。マジで言ってる？あの中に眠ってんのがどういう存在か知ってんの？あれは、いや、あの方は私らの始祖だ。最初の融合体、私らの起源であり伝説、つまり大先輩ってことだな。あはは、だろだろ。私ら計画があってさ、そこで大先輩の力が必要なんだよ。どうしても招待したいんだ。ああ、うん、私含めて4人。
フォービーストって名乗ってんだ。かっこいいだろう。でもあの棺、開けられなくて困ってんだよ。無理やり開けたら大先輩が死んじゃうみたいでさ。それで聞くけど、お前ら何かハイテクなもん持ってんだろ。開けんの手伝ってくれよ。そうだな、何があっかな。あ、クリスタルの秘密と交換ってのはどうだ。こういうの初めて見ただろ。気にならないか。さっき見てたじゃん、あたしが制御するとこ。これはあたしらが作ったんだ。半分は偶然だったけど、ま、うまくいったからいいだろ。どうよ、これなら取引の価値があるだろ。お前らが大好きな人類の役に立つ絶好のチャンスだぞ。そんな時間やれないって。あたしせっかちだからさ。まあ二度とないチャンスかもしんないし、待ってやるよ。ああ、その間にお前から欲しいもんがあるな。あ、それがさ、いざ話すとなると、どうやって言えばいいんだこれ。は？なんだよ、いきなり叫んで。エピラー3機射出。最高速度で行きます。何のつもりだお前。コンディションチェック省略。アーク生成シーケンス開始。なんだよこれ。知らなくていいものよ。気を取られ。ふざけんなよてめえら。なんだ、動かせねえ。関節には気を使っておけ、化け物。ご忠告どうも。
撃狙い行って。うわー、マジか、こいつはちょっと。私が帰らせてあげる。待ってて、私の憧れ、私の理想。こちらに戻られますか？でしたら速度を上げてください。クリスタルチャンバーが接近中です。ハーモニーキューブの活動量が増加し、電磁波を大量に放出していることが活発化の原因だと推測しています。およそ20分ほどでそちらに到達します。三流、さっきのはどういうことだ？ビーコンの話だ、このクソ三流は。とはいえ、弱点を見抜いたことと杭を利用した柔軟な戦術は認めてやる。大したものだ。無様な後輩と思っていたが、随分成長したな。あ、ウンファがそんなことを言うなんて。あら、ベスティ、どうしたの？ウンファーのあの顔、見たことある。そう、覚えてたのね。うん、ラピと一緒にいるとき、いつもああいう顔だったよね。久しぶりに見れて嬉しいな。ええ、そうね。あのベヒモスってやつ、追いかけてくるわよね。おそらくは棺を狙っているみたいですから。うん、急にちょっと怖くなってきちゃった。なんでですか？知らないヘレティックに追われてて、その大先輩までここにいるから。本当に怖がりですね。私たちもアブソルートの皆さんもいるじゃないですか。え、ネオンは怖くないの？当然です。すみません、ちょっと怖いです。ありがとう。
少し元気が出たわ。みんな堂々としてるからさ、弱気なのは自分だけかって。頑張りましょう私たち。うん、頑張ろう。誠に申し訳ありませんが、次からはできるだけ戦闘を遠ざけてください。戦闘の余波で持ち込んだ機材や物資が大量に破損してしまいました。外傷はひどくありません。簡単な処置程度なら私も行えますので、差し当たっての修理はすでに済ませました。修理中に判明したことがあります。グレイブのボディは量産型ニケのものです。え、量産型ニケ？それってどういう。しかもほぼ初期のモデルでした。つまり100年以上前のボディです。たった今その実例が確認できたということです。脳をスキャンすれば何があったのかわかるでしょう。検査用の装備を持ち込んでいないのが残念です。それから回収された棺と箱状の重機ですが、セキュリティレベルは高くありません。すぐに開けられます。中を確かめましょうか。わかりました。グレイブの意識はいつ戻りそう？現在は鎮静剤を投与しています。興奮剤を投与すればすぐにでも目覚めるでしょう。指揮官、あまり賛成できません。はい。レッドフードが起こるような相手なら、それ以上考える必要もありません。私は。
まただんまりか。やはりお前は何も。わかりました。起こしてあげて、マナ。あちらから攻撃されない限り私も攻撃しません。ふん、言われたからってすんなり聞くのか。あれだけ敵意をむき出しにしておいて簡単に引き下がるんだな。指揮官の言う通り、ヘレティックの復活が目的ではないかもしれないと思っただけ。説明しろ。グレイブは負傷した状態で、勝算がないと分かっていたはず。それでも棺を取り戻すためにベヒモスを追っていた。そもそもそれ以前から棺のことを自分より大切にしていたようだったの。宝とも言っていたわ。どう説明すればいいかわからないけれど、人類の敵、悪意の塊であるヘレティックを復活させることが目的というには、彼女があまりに一途で純粋に見えたから。考えてみればずっとそうだった。私たちと敵対したのは私が先に引き金を引いたせい。興奮していてそこまで考えが及ばなかったわ。まだ完全に疑いが解けたわけじゃない。ヘレティックを目覚めさせることに一途で純粋なのかもしれない。でも話す余地はあると思ったの。もし私の思い込みだったのなら謝らないと。そうか。興奮剤を投与します。デタラメを言うな、人間。私に何をした？言語回路が老朽化していたので交換しておきました。